聞いてるよ。はい、こんにちは。適当昔話第2回目は、三年寝太郎。三年寝太郎は、ですね、村の、ところで有名な、ずっといつもゴロゴロして寝てばっかりいる人なんですよ。で、3年ぐらいずっと寝てるので、村の人たちはあいつ寝てばっかで最悪じゃないって言って、なんで働かないんだよってずっと文句ばっかり言ってたんですよ。で、1年が経ち、2年が経ち、3年が経って、うわあいつ3年も寝てるわって話になった時に、ある日大雨かなんかが降るんですよ。大変だ、村がもう潰れてしまう、うわーってなって、すげえ大変だっていう時に、3年寝太郎はむくっと起き上がって、どっか行くの、どっか行って、山の上の方に行ってね、大きな岩をうんしょうんしょと押すわけですよ。うんしょうんしょで、ゴトーンと大きな岩をぼちゃんと落としたら、川がせき止まって、村が水没しなくて助かったんだよ。だから、違ったっけ、そういう話じゃなかったっけ、違うな、ちょっと違うな、ちょっと違うな、いやいやいや、水没を助かったんじゃなくて、逆に違う違う違う、村が飢饉で困ってる時に、川の流れをこのボーンってやったことによって変えて、水が来て、水が来たから農作物が助かったみたいな話だったっけ。うん、とにかく俺は3年間寝てただけじゃなくて、村を助ける方法を考えてたんだみたいな、とんでもない言い訳をして、その一発合ってる、川崎止めたなってる、よし、マッチが教えてくれた。で、とりあえずその3年間の言い訳をたった一発のそのアイディアでごまかしたっていう、そういう素晴らしい人だって話ですね。3年寝太郎でした。お疲れ様です。